プレーナンバー 2-39 総統高校トライフォーポイント、キック成功、1点追加。総統高校80点、城北高校0点。ここで前半の試合時間がなくなりました。前半を終えまして、総督高校80点、広島城北高校0点です。ここで得点差が開きましたので、ここで試合終了です。前半で前半コールドにより、試合終了となりました。高校予選特別ルールによってこれで試合終了です。総督高校80点、広島城北高校0点で、総督高校全国大会進出です。Thank you.